かげろうです。おはようございます。ブリ大根が炊けました。ブリの腹のとこだけですんで、身も脂が乗っててカサカサしなくて美味しいです。 大根もよく染みてます。たまりをちょっと使って炊くとこんな感じになります。では今日もご予約お待ちしてます。